私も最初出てきた時にね、うん、チクチクかなと思ったんですが、はい、で答えはこちらを、安本ディレクターが今七点抜刀しておりましたけども、彼の体の中ではこの尿管のここに石が詰まってしまった、うん、そうすると腎臓からこうおしくはこう流れて膀胱に行くわけですが、その流れをせき止めてしまう、そうすると腎臓に当然圧力がかかってきて、うん、そして痛みが発生すると、そう、ね、空気が流れない風船みたいにこうピッと止まるわけですね。でここに石が詰まってれば当然こうおしっこは流れないわけですから、はい、この間はこう痛くてしょうがないと、うん、そうか、圧迫感で痛いんですね、張っちゃってるんですね。そこで尿管を広げる薬を出して、使って石がこう早く流れるようにこちらに膀胱に落ちるように、でここに落ちてしまえば尿は流れますから痛みはなくなると。ところがね、これが落ちていかないとどうなるか、はい、もしくはここで停滞してるとしたら、やっぱり詰まったままだから、ね、どんどんこう肥大していくんじゃないですか、腎臓が。そうで、これはね、そうか、どんどん、これは尿路結石で危険な状態に陥ってしまった患者さんのお腹の断面図です。白く見えているのが 9.6 ミリの大きさの石です。何が起こったのかというと、この患者さんは実にこの石が出なくて、もう腎臓におしっこがたまりにたまって圧力がかかって腎臓の一部が破れて、おしっこが体のこの腹腔内へ出てしまって、この辺りにたまってしまったんで、これを腎盂外尿逸流という、もう名前だけでこれもうすごいことやなって思いますね。もう尿が逸流しちゃって漏れちゃった、だから内視鏡などによる緊急手術が必要な場合もあると。だから大変に痛いそうです。で、まあ、もっと稀なケースというのがありまして、これを見ていただくと、両方の尿管に石が詰まって両方とも腫れてしまう、痛くなってしまうということも稀にあるんです。まあ、じゃあ膀胱に全くも尿がいかない。そうすると両方の腎臓の機能が低下して、まあ腎不全にね最悪なってしまって、まあ命に関わることもあるんで、たまりますもんね、すぐ、まあこれまた手術と、結構怖い症状なんですね。痛いだけじゃなくて他にもいろいろ不具合が出てきそうですよね。これはでももうどこにもこう我々患者のチョイスがないっていうか、いや、ちゃんとありまして、実はここの時点がチョイスの、まあ、分岐点だったわけですね。あ、そうなんですか。はい、実はこのチョイスは患者さんが選べないチョイス、変なチョイスですね。何ですかそのチョイス。こういうことでね、自分で選べないチョイスというのを見ていただきましょう。選べない。バイクショップに勤める